紅葉鳥はスズメメハタオリドリカに分類される鳥類の一種。世界で最も数の多い鳥類だとされている。体長は約13センチメートル。翼の表面に茶色な模様があり、お歯が短いのが特徴。繁殖期になるとオスには赤みを帯びたオレンジの繁殖羽が生え、顔が黒くなり色鮮やかな姿になる。これらは繁殖期が過ぎると元に戻る。 口しは赤色で太くて大きい。足はピンク色である。餌は主に種子や穀物だが、ある種の昆虫も食べる。繁殖期はウキだが地域によってウキのばらつきがあるため、一定の繁殖期といったものはない。メスは1回の産卵に卵を1から5個産み、10から12日程度の放卵でヒナが飼える。ヒナ鳥は、 生後4日目で目が開いて羽毛が生え始め、孵化から2週間前後で巣立つ。繁殖のスピードが速いため、紅葉鳥の群れは規模が巨大化しやすい。赤道付近の熱帯雨林とモザンビークの北部、南アフリカの最南端を除いたサハラ砂漠以南のアフリカ全域と広く生息している。世界で最も数の多い鳥類だとされ、その数は成長だけでも、 推定約15億ワいるとされている。そのため餌を求めて紅葉鳥の大群が農地や畑に降り立ち作物を食い荒らすため、外鳥として知られている。毎年約2億羽の紅葉鳥が駆除されているが、その数は一向に減らない。紅葉鳥の群れ、カリーカリーザイユーシーエンレッドリストオブスレッドンドスピーシーズハット ABC 柴田義秀 ポケット図会長の雑学がよくわかる本。鳥たちの異色獣と結婚。子育て集和システム。2006年34ページ。アフリカ各国のおすすめ。旅行ベストシーズンと気温、服装、ドリフトハット。カリーカリエンバシブスピーシーズコンペンディアム。カビー。カリーカリー。ありがとうございます。